勇気、本当に引っ越しするんやね。うん、だからあんと約束しときたくてさ。約束？今は親についてくしかできへんけど。一人でこの町に戻ってこれるようになったら、その時は付き合ってほしい。告白？おう、ずっと好きやったよ。この場所に戻ってきたらもう一度告白する。だから待っとってほしい。そんな無理やって。この先いろいろ変わってまうかもしれんし。俺の気持ちは変わらんて。勇気、ごめん。アン、告白されて嬉しいのに、なんで待ってるって約束ができんかったんやろ。僕のロボットが迷惑かけちゃったかな。あ、いえ。私はこの子が迷子になっていたから保護しようとしただけでございます。捨て猫みたいに言わないでよ。元気いいね。君のお名前は？私はアンです。アンちゃんか、なるほど。そんなに見つめないでください。ごめんごめん。僕は希望。こっちはフレンドリーロボットのバトラー君。よろしくお願いします。あの、今って何年ですか？2068年だよ。やっぱり未来に来ちゃったんだ。どうしよう。私って元の時代に戻れるんですか？どうなんだろう。そんな。心配しないで。おばあちゃんから今日困っている女の子に出会ったら町を案内してあげなさいって頼まれたんだ。きっとあんちゃんのことだと思うよ。本当ですか？戻るきっかけが見つかるかもしれないから町を回ってみようよ。あんさん、たらい船ですよ。たらい船？あ、ロボットが漕いでるんだ。手振ってる。かわいい。今はロボットと暮らすのが当たり前になっているんだ。すごいです。でもたらい船で川下りをするのは変わっていないんですね。どうかなさいましたか？あんちゃんってもしかして？どうかしましたか？ううん、それじゃ大垣の町を飛んでみようか。はい。飛ぶ？かっこいい！本当に飛ぶんですか？それは自分でご確認ください。本当に飛んでる！
れが未来の大垣か。歩いてみませんか。賛成。変わるものもあれば変わらないものもあるか。あんちゃん、どうしたの？幼なじみの勇気に告白されたんです。なんで悲しい顔しているの？引っ越ししちゃうんです。それなのに俺の気持ちは変わらないから待っていてほしいって言われて。ゆうきくんのこと好きじゃないの？別に嫌いじゃないですけど。遠く離れちゃうのが怖いんだね。しばらく会えないのにずっと同じ気持ちでいるなんて無理ですよ。本当に無理ですか？たらい船はずっと変わらないっておっしゃっていたでありませんか。あんちゃんたちの気持ちも変わらないんじゃないかな。わかんないよ。あんちゃんとゆうきくんなら大丈夫だよ。どうして言い切れるんですか？あんちゃんは僕のおばあちゃんだよ。おばあちゃん？やめてください。おばあちゃんに頼まれた時から考えていたんだ。笑った顔を見てわかったよ。あんちゃんは未来に飛んできちゃったおばあちゃんなんだ。じゃあ孫？いつも可愛がってもらっています。子供の顔も見てないのに孫ができちゃった。ってことは希望のおじいちゃんは？勇気だよ。勇気は約束を守ってくれたんだ。私は約束を守れたんだ。じゃないと僕はここにいないよ。よかった。タイムスリップしたのここで間違いない？はい。大丈夫、必ず戻れるよ。そういえばおばあちゃんがこれを渡すようにって。ん？バトラーくんだ、かわいい。あ、私帰れるみたい。今日はありがとう。未来の大垣で会えるのを楽しみにしてるからね。おばあちゃん、おじいちゃんによろしくね。って言っちゃったか。変えられましたね。昔の大垣ってどんなとこかな？おばあちゃんに教えてもらえばよろしいではありませんか。そっか、じゃあおばあちゃんに会いに行こっか。承知しました。一人でこの町に戻ってこれるようになったら、その時は付き合ってほしい。告白？おう、ずっと好きやったよ。この場所に戻ってきたらもう一度告白する。だから待っとってほしい。そんな無理やって。この先いろいろ変わってまうかもしれんし。あ、これって。あんちゃんたちの気持ちも変わらないんじゃないかな。うん、俺の気持ちは変わらんて。勇気、
私と勇気なら大丈夫な気がする。だから約束、ずっと待ってるから。勇気大好き。ちょっと勇気。